日ごとの糧2022年2月8日私に聞け正しさを知り私の教えを心に置く民よ人に嘲ざけられることを恐れるな罵られてもおののくなイザヤ書51章7節信仰の戦いを立派に戦い抜き永遠の命を手に入れなさい命を得るためにあなたは神から召され多くの証人の前で 立派に信仰を表明したのです。テモテへの手紙第1、6章12節。私たちは平和を望み、平和を構築することを願いながら生活する必要があると思いますけれども、でも時々それが理解さ,せされることなく、誤解され、あるいは曲解され、あざけられるというか、ばかにされたりすることも起こります。ある場合にはこちらの側の側 努力不足とか説明不足あるいは理解不足対応のまずさというのも大いにあるんだと思います。でもいずれにしても自分の心に本当にこう素直に、えー、向き合うといいますか、えー、本当にこう神様が願っておられることという意識がしっかり心の中にあるのならまあ 少しこう誤解されることがあってもとにかく本当に自分が正しいと思う事柄を選ぶという姿勢というのは必要だと思いますね。まあ全ての人から愛されるということはほぼ不可能ですし通じ合えないというか反りが合わないというかなかなか話が合わないという方もいらっしゃるんだと思うんですよね。でもできることならなんかこう信頼される人というか意見が違うことがあっても 信用できるというかそういう関係ができたらいいなと思うんですよねイエスと言わなきゃいけないこともあるしノーと言わなければいけないこともあるわけですけれどもそれをこう明確にして神様の心をしっかりうなずいて前向きに進むことが求められているんだと思うんですそういう意味での戦いってあると思うんですよねでこれはしかし人との戦いではなくてむしろ自分の内側での自己との戦いといいますか。 欲望とか自分の姿勢についての戦いなのだと思うんですよね内側で本当に正直に自分の心に向き合ってるかどうかということが一番大きい戦いじゃないかなと思うんですよね。まあ振り返って私もそれこそ何度敗北を感じてきたか分かりませんけれどもでも何かこう本当に檻に触れて教えられて探られていつもこう原点に。 こう立ち戻されるというか、出直しを求められるというか、そういうことをこう繰り返しながら、神様が喜ぶことを自分の喜びとする、神様の悲しみを自分の悲しみとするというそういう姿勢をしっかり構築できればなと思っています。まだまだそういう意味では、こう本当発展途上といいますか、完成というのはまっ 全くこう皆目いつになるかわからないという感じがしますけれどもでも何かこう自分との戦い自分を本当にこう神の前に、うん、正直に、えー、引っ張り出して、えー、これは罪だということは罪だと認めこれは神の喜ぶ姿勢だということはそれは神の喜ぶ姿勢だと頷きながら前に進むということができたらいいなと思うんですよね。私に聞け正しさを知り 私の教えを心に置く民よ、人にあざけられることを恐れるな罵られてもおののくなとても大事な言葉のように思いますでも自分だけで頑張るというか自分で勝手に聖書を理解するというだけではなくて人から教えてもらうとか一緒に考えるとかそういう作業もとても大事なことだと思いますねどうぞ、前向きに今日も、 進んでください祝福ありますように